はい、朝の6時平和の塔にやってきました。で、今びっくりしたんですけど、ハイサンイタン霊団がね、いてたんでびっくりしました。今撮影真っ最中ですわ。いや、あそこにいてるしこんなことあるんかな。朝6時ですよ今はい、今平和の塔来てます。灯台がこんな感じで、はい、プラスチックはどこまでもアゲンアゲンです。今日はね、沖縄の観光地、いいところあったらアゲンアゲンさん教えてくださいっていうコメントもありましたんで、最南端になります、キャン岬にやってまいりました。で、そこにね見えてるんですけども、灯台、が立ってて、で、ここの岬がねすごいんですよ。残骸絶壁でゴツゴツした岩があって、で、ここの岬に来て、ご先祖の方々がねここで激戦があった場所でもありますので、ちょっと手を合わせてね、祈り、平和への祈りですね。平和の塔がここにあるんですけど、ここにね平和へのね祈り、平和がね当たり前じゃないよってことですよね。たくさんの、犠牲を出したあの戦争の、後この平和な、日本が築かれてます。なので、この平和が当たり前じゃないということをね、ご先祖の方々に感謝をしながらね、感謝の気持ち忘れないようにね、して、で、これからもね頑張って生きていこうかなと思ってます。で、この旅行のね、醍醐味っていうのは、いろんなそういう歴史に触れるっていうね、なんだろう、この楽しそうなところばっかり見るんじゃなくて、沖縄の歴史もね見ていただいて、ちょっとね通な沖縄の遊び方というか楽しみ方もしていただければいいんではないかなと思います。糸満市の、お言葉を借ります。笑っていてくれてありがとう。あ、違う糸満市のね、看板があるんですよ。そこに貼ってるね素敵な看板をここに貼り付けておきますね。笑って生きてくれている、それが家族や友人の願いです。命を大切にということですね。はい、本当に命がね健康な体であったりとか、当たり前じゃないというか、感謝の気持ちをね忘れないように日々過ごしていくのっていうのは、意識するかしないかでね全然違うと思いますんで、優しくなれるじゃないですか。そういう優しい気持ちをね常に持ちながら人と接していけるような、生き方をしていこうと思います。やっと沖縄に住んで3年目なんですけども、キャン岬、沖縄の最南端、やっと足を運べました。ハイサイのチャリンコメンバーおったわあすげえ本気やなすげえ。頑張ってください。頑張ってください。頑張ってハイサイ探偵団すげえな。沖縄の最南端から最北部まであれチャリンコで行くつもりですよ、ガチでさっきねキャン岬で偶然撮影してるところ立ち会ったんですけど、記念写真も撮らせてもらったんですが僕ね北部住んでるんですよ言うたら、今から僕たち北部そこ行くんです言うてほんまにチャリンコで走っとったし、もうあれやね、
強虫ペダルやね。すげえ。もう弱うわ、ハイサイさんとは。前もね、あの、撮影でお会いしたことあったりとか、もうね、よう合うんですよ。ほんまに。マジで、縁がある。ただね、リーダー、団長である、ひっちゃんさん。ひっちゃんってあの、リーダーなんですよね。ハイサイ探偵団の団長なんですけど、ひっちゃんとまだ会ったことない。もう、たけしさん、336さん、よったけさん、ね、いろんな方々。うん、孫六さんとかお会いするんですけど、ちょいちょい何の打ち合わせもしてないですよ。ほんまにあの沖縄が狭いなというか、ご縁があるというか、うん、頑張ってください、ハイサイさん。北部で待ってます。多分今7時35分なんですよ。キャン岬で6時ぐらいに出会ってるんで、いやーこれ今7時半でしょ、8、9、車で、下道で2時間ぐらいかかるから、チャリンコやったら、まあ、夕方までには着くやろね。うん、3時か4時ぐらいには着くんじゃないですか。まあ、休憩入れながらやから、夕方5時、6時か。すごい、若さ。若さですわ。皆さん、若い人たち、大志を抱け、じゃないですけど、若い時にね、いろんなチャレンジをされるっていうのはすごい素晴らしいことだと思いますんで、いやー僕にはもう無理やな。もう膝がもうずーっと笑いっぱなしになると思いますけど。ハイサイさん頑張ってくださいね。応援してます。はい、右手に見えるのが前回ご紹介させていただいた電動キックボードリモ沖縄さん。そしておすすめのレストランが右手に見えますコロンバン。沖縄ではね、もう古くから営業なされてる、もう代も変わってると思うんですけどね、ここに行ってみましょう。あ、一人です。はい。これ熟成ロースとんかつ膳ください。はい、コロンバン美味しかった。1000円、1000円ちょっとで。1050円か。とんかつ定食うまかった。あ、コーヒー付きでね、ホットコーヒープラスでドリンクつけて、あれとんかつ定食だけだったら1000円でお釣りくるんですけど、いやうまかったマジで。いやあのいいと思いますよ、そこのレストラン。うわ海きれい。今日なんやバスクリーン入ってんちゃうかこれ。マリンブルーも半端ないな。ちょっと見ます、ちょっと映しましょうね。今日はね、今日の沖縄は気温が24度。
でございます。ヤンバル北部に到着しました。よいしょ、よいしょ、めっちゃ綺麗です。Found the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit. 最後までご視聴ありがとうございました。Again Again YouTube チャンネル、沖縄のねおすすめ観光スポットということで、今回は本島の最南端である、キャン岬をご紹介させていただいて、ナビービーチも行って、レストランのコロンバンもご紹介させていただきましたね。また参考になったと感じていただけたら、高評価ボタンポチッと押しておいてください。チャンネル登録ねまだの方はGoogle アカウントを取得してチャンネル登録もしていただければ幸いでございます。じゃあまたね、おすすめのスポット、今回は晴れてる日に沖縄旅行に来れた場合のおすすめスポットをご紹介しました。ただ雨の日とかにもね、沖縄を楽しめる場所がありますよということでご紹介している動画もありますので、そちらもご覧いただければ幸いです。それではありがとうございました。またお会いしましょう。